はい、どうもジャンダルケです。というわけで今回は今年史上一番見やすいサイトを見つけたということで、まあ、通常の、レティクルサイトって言ったらこれなんですけども、まあ、若干こう薄いやないですか。わかりますかね。ちょっとなんか土と同化しちゃってもおかしくなくて、でちょっと遠距離とか合わせるにしても若干こう見づらかったりとかすると思うんですけども、今回、ブラックマーケットで、レティクルが出るようになって、まあ、それはちょっと残念なところではあるんですけども、レティクルが出るようになって、その中のこちら、はい、ただのレアなんですけども、これがめちゃめちゃ見やすいんですよ。先ほどと多分丸の形だとか形自体変わってないと思うんですけど、めっちゃくっきり見えてるんですよね。それこそ本当にこうアニメチックっていうか、もうめっちゃ綺麗、本当に。なんか後からさ継ぎ足したみたいな感じの綺麗さなんだよね、こうだけ。はい、なんかわかりますかね。 なんからしくないですよね、っていう形で。こんだけこうくっきりしたサイトっておそらく今作っていうか、まあ今年以上多分これが初めてだと思うんですよ。多分今までもね、こんな綺麗なサイトなかったですね、っていうぐらい本当に綺麗なので、今回こちらをちょっとね、ブレやすい銃だとか、アイアンサイトが見にくい銃のレティクルと、組み合わせてやっていきたいと思います。はい。ほんまに見やすいこれ。それでは早速やっていきたいと思います。マップはアルデンヌフォレスト。使っていく装備は、一番マズールフラッシュがでかいこちら国民突撃銃ということで、まあ本当にこのレティクルがどれぐらい強いのかっていうのが、この武器が一番こう、露骨に出てくるんじゃないかなと思います。わかりやすいのかなと思います。さあ、開幕投げて、顔出せ。ほら見て、見やすい。まあ、こういうさ、白いマップの時こそ赤色がよく目立つ。うん、はっきりわかんだね。あれか、いた。あ、味方いるよ。危ない。伏せ打ちして、とりあえず勝ってからの、いるね、そこ。激露のやつを腰打ちでさばく。お前さ、爆弾当てて腰打ち激露は、なえるわ。ちょっとステディウムつけないと近距離弱いかな。リフレックで、まずはダブルキルしてからそこにいるんだろ。いるね、ナイス向けたカバーで、流れるようにこの13発でしっかりと決めていくんです。いいね、やっぱりサイトが見やすいと本当に弾当たりもいい。 OK、 国民突撃銃本当マズルフラッシュでかいから、これだけレティクルつけてるんだよね、いつも。レティクルっていうかリフレク、やっぱドットサイトは重要ですよ。こっちから行って、いるね、そこ顔出してほしい。2人いる、やばい。でも3人いる、死ね。直輸いいね、そのフラグ結構決まったわ。で、そのロング級に、あ、いや、もう、臭い。もう、あれ、ディスポン地点からあのフラグ投げれるから、本当にひで。こんにちは。そこ1キルしてからの、あそこの頭出しいいのか。ふっ、1キル。いそう。やばそう。またフラグ来た。早めに逃げて、銃剣で、刺していく。あ、まだそっちディスポンしてんのか。このままちょっとディスポン詰めましょうか。こういうリス狩りの時も、すごい、見やすいはずなんですけども、なんか変なエイムアシストに引っ張られて、クソエイムになっちゃった。このロング距離、いや抜きたいけど一回やめて、指出しましょう。ユーボンラインで、後ろで湧いてるから MG42 で見ます。こんにちは。1キル、エイトンボム来てんな。どっちリスポーンなんだろうね、これ。悩むわ。いた。そのロング距離抜きたい。インゴ、このレティクル使うとめっちゃエイムいい。マジで本当に冗談抜きでエイムよく、おい刺させろ。マジで本当にエイムよくなるんだけど。いるね、リスガリー。あ、待って、リスからこんにちは。で、迫撃砲をここいらあたりに出しておいて、はぁー。よし、最近玉尾さんのパワー効いてねえな。あ、いた。待って、それ臭い。危ない、ジャンプ打ち。いや、本当にこのレティクルはね、みんな一回ゲットした方がいいっていうか、使った方がいい。使うと本当世界変わる。おい、かわせ。こっちとらアイアンサイトじゃ。あった。こんにちは。アイアンサイト強え。まあ、アイアンサイトでもやっぱ定点は強いんですけども、とっさの判断となると、やっぱり、は？とっさの判断というか反応しきれないところから来るんじゃないよ、お前。まあ、とっさの判断となると、やっぱりこういうね、はっきりと見やすいやつの方がいいと思うんですよ。だからレティクルはね、赤色の方がいいんですよ。なんでかっていうと、これもね、ちゃんとアメリカで、なんかそう、やられてるんですけども、そういうところは赤色の方が見やすいんですよ。待って、やばそう。そもそも赤色が見やすいんですよ。これ FPS で構えた瞬間こうやって、綺麗に見れるけど、実際って、ポジションだとか、自分がいる位置によっては、やっぱり、構えづらい時とかあるんですよ。だからなんかこう、いろんな銃の持ち方があるんですよね。それこそラッパーのように構えたりだとか、ほんと逆手で持ったりとか、そうなった時、やっぱりこう、すぐプッてこう、見ることができないんですよ。見るときに、若干こう見づらかったりとか、まあ、わかりやすいことで言うと、両目で見るより片目で見た方がこう、すぐこう、エイム合わせられるってわかります？エアガン使ったことある方わかると思うんですけども、なんかこう、で、サイトでもこう合わせるときに、両目で見るより片目で見る方が早いじゃないですか。そういう形で、やっぱ見やすさってこう、とっさには、こういう FPS みたく綺麗に見れないんですよ。リアルの中でそうなったときに、やっぱり赤色が本当に見やすいらしいんですよね。色としては一番。おい。だから、リアルとかでも結構赤色のサイトを使われてるみたいなんですよ。やっぱ左いるな。ほい。OK。
OK。で、そこに、小道のフラグをぶち込んでおいて、これ本当に FPS ゲームしかり、実際のサバゲの銃とかでも赤色のレティクロしておくといいらしいです。で、逆に夜はなんか緑とか、何色だったっけな、それもなんかあるんですよね、白色だとか、本当に。背景と同化しないタイプだとか、その夜の暗さとね。暗転と、同化しないタイプとか、もうそこら辺本当にあるんですけども、とりあえずこれは理にかなってるレティクルサイトなんで、本当におすすめします。マジで強い。これセンターから来るか怖いんだよな。そっち大丈夫。来るね。こんにちは。オッケー。32キル8です。まあ、やっぱりマズルフラッシュがでかい武器だからこそ、こういうレティクルがね、すごい生えてくると思いますので、まあ、国民突撃銃しかり STG M1941 とか、そういうレートが速い武器ですね。を使ってる方はぜひとも、こちらのレティクル使ってみてください。それではちょっと SMG の方で使っていきましょうか。お次、フラッグタワーやっていきましょう。PPSH もアイアンサイト苦手な方が多いと思うんですよ。まあ、スネーク2は割とね、見やすいんですけども、まあ、デフォルトの、ね、PPSH のそのなんか丸っこい感じあるじゃないですか。あれが多分見にくいっていう方とか多分レティクルとか、レンズサイト乗っけてると思うんですけども、ほら見て、見やすくない？てか綺麗、本当に。なんなんこれっていうぐらい綺麗ですね。はい、というわけでスモーク投げて、左から多分来るので、1キルで、このスモークに便乗していきましょう。いるね、手前めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃいる、めっちゃおる、めっちゃおる。はっ、危ない。で、後ろ来てるから、それはそのまま無視していきたかった。いや、スモークとの多分相性も良さそうだね。なんかその見にくいところとかがこう白と赤のコントラクションでいい感じで見れそうな気がしなくもない。1キル、そのまま流れに乗って、流れに乗って、で、スモークの中に隠れて一回体力回復してからもう一回見る。こんにちは、ナイファーカット、こっちいそうだな。いるね。はっ、1キル、後ろ開いてんね、危ない。はっ、おい、とっさの判断も大丈夫なんです。こんにちは、うわ、2人いるな、 NG やけど、このレティクルサイトだったらやれる。オッケー、いい、めっちゃいい、無双してるんご、こんにちは。で、そのロングもいるから抜いていってリロードしつつ、そのまま流れに乗って、待って、それは臭い。いや、けどとっさの判断でさっき初段当てたから、やっぱりあのとっさの見るその感覚でこのレティクルがあれば大丈夫なんです。こんにちは、1キルさせていただいて、ここら辺いたよねさっき。こんにちは、あー、ナイファー多いな。フラグで飛びたくないから早めに左サイドから回っていって、スモークをここで焚きます。そしてこの中で解放手段照らしながら、いた、このロング距離無理かな、いけるんかい。いや、グリップつけてないんだけど、今回クイドロ、ラピファリフレクなんだけども、普通に強い。中いるね、こんにちは。で、1キル持っていってから、そのロング距離も右いるか、ほっ、腰打ちから失礼するぞ。で、回り回ってナイファーをカットして、後ろから失礼させていただきます。いやー、生えてるわ今日。待って、後ろやめろ、それはちょっと臭い。こんにちは、いないかな、いて、んー、捨て打ち、つえー、マジびっくりするぐらい強いんだけど、本当にこのサイト敵を排除、つえー、後ろいんね、あ、味方引っかかった、さっき最悪、味方引っかかってんよ。ちょっと、UAV 出していきましょう。 UAV 出して、ここでどこら辺出そっかな、ここいるあたりでいいかな。味方が前線結構してくれてるので、リスカリをする感じでポーンって置いて、左右から展開してる、そこにはー、つえー、さあ25キルしてますけども、そこにスモーク焚いて詰めていきたいね。1キルして、いた、んー、そのコンカッション、うーま、ナイファーうまいかよ。てか、あいつ破壊工作持ってるけどさ、投げナイフなんだよな。一通り破壊工作と投げナイフはちょっとさすがに何を破壊するんですかねって感じなんですけども、腰打ち失礼して、で、距離詰めているね。さっきのやつか、それはちょっとブレたな。そこら辺いるんで詰めていっているね。1キルさせていただいて、センターのここで2キル目してからのスモークオンラインで、スモーク焚いてこのままこっちに詰めていっているね。1キルで2キル目をこの裏取りでさせていただき、タイ、よし、31キル美味しい。後ろ失礼するぞ。おい、ナイファー、1キル、2キル目、ナイファー。あ、9ミリサップのこれ欲しかったやつだ、ちっちゃいやつだよね、ほら、かわいい。ちっちゃい銃っていいよね、取り回しが良さそう。いる、2人目は、ナイファーはちょっと、ナイファー多すぎんよ、うまいな。てか敵のナイファーが、だ、スモーク焚いてこれを機に一気に詰めていきたい感はあるよね。は、そっちかよ。1キルさせていただいて、2人目いるね、こんにちは。ほい、しっかりと打ち合いにも勝てるような感じでございますけども、3人目伏せ打ちも大丈夫。ナイファー、ナイスカット、いる、逃げる、フリして戻る、あー惜しい、まあ、とりあえず38キルできたんで OK でしょう。毎日こういった動画上げておりますので、よければチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。よいしょ、相手はスナイパーライフル、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 出会ったらゴールゲッチュー、あんな言えばお前、あれ、カウンテー、出せない、出せないのか、希望来い。
フラグオンラインはからの後ろ下がれ、お倒した、池田やった、これ何何これ何、スパイダー雲の皮、あ、ちょっと待ってください、やめろー、何のキーが動かない、駐車止め、おーっしゃ、マジで嘘、オーマイガー、オーマイガー、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。